はい、皆さんこんにちは。春目前ですけど、桜と花粉が満開ですけど、いかがお過ごしでしょうか。本日は、緩和旧大的な回になります。先日2月19日に日曜日にですね、金美に隣接する科学技術館にて3日間開催されたアートフェアギャラリーフェアのイーストイースト東京2023年の最終日に滑り込んだ模様をお届けしたいと思います。主催者の目標を一言で言うと、文化的エコシステムの創造を目指すという名目のようです。結果3日間で来場者数が1万2000人ということで、ちょっと動画は作品よりもギャラリーとか作品よりも人を見ているような無茶込み込みの動画なんですけれど、どんな感じかっていうのが分かると思うので、どうぞ。あの裏だな。はい、皆さんこんにちは。春目前です。そして今日は 2月19日日曜日で、金美のに隣接している科学記念館にて3日間開催されているアートフェアのイーストイースト東京2023の最終日に来ています。ここどこかっていうとちょっと横なんですけど、やべえ、一言で言うと、文化的エコシステムの創造を目指すという名目です。出展ギャラリーによるアート展示販売、アートプロジェクト紹介のほか、映像サウンドライブパフォーマンスの実施や、ディスカッションビューイングツアー、フード&ドリンクのラインナップということで、詳しくはインフォはホームページおよびインスタのリンクを貼っておきます。出品ギャラリーリストはこちらになります。で、私的にはちょうど情報収集リサーチをしたいと思ってたところにタイミングよく立ち現れた、エッジが効いた24の東京拠点にするギャラリーを1箇所に集めた紹介フェアです。イーストエストって多分東極東なんですけど、とにかく日本の今の閉塞感を破ろうとしている異端の集まりっていうことで、日本のアートに限らずファッション、ストリート、コマーシャル、サブカルチャーとメインストリートの混沌混在感を楽しみつつ体験インプットしていきたいと思います。すっごいめっちゃ混んでるので、今ちょっと困ってるんですけど行ってきます。作品が見れない感じになってる。多すぎて。
と結構なんだろう、ブランドが高いファッション系の人も来てますね。でですね、詳しくは次世代を担うアーティストとその協業者であるギャラリスト、キュレーター、批評家、鑑賞者、コレクター、パトロン、企業などのアートプレイヤーたちが連携して市場経済と文化アートを公平に作用し合う文化的エコシステムの創造を目指すという名目です。オフサイトでは渋谷や新宿の街頭での映像作品展示、クラブやライブハウスでの音楽プログラムなど、東京のカルチャーシーンとアーティストのコミュニティの可能価値観を体験する包括的なプレゼンテーションプログラムを実施しているみたいです。でこの企画の公演がすでに渋谷区が入ってるんですよね。で渋谷区は今すごくスタートアップとかも含めてすごく邁進しようとしている勢いになるところなので、そこは公演についていると。で東京を拠点とする24の出展ギャラリーのうち半分くらいは僕は知ってます、知ったこともあるんですけど、まあ、大体2010年代から20年代にかけて立ち上がっているという形で、動画とマッチ してないかもですけど、純不動にコンパクト説明すると見えるままを描いたんだけど、やっぱり生活に支障があったギャラリーパーク、東品川のアノマリー、これは2018年の東京東品川にオープンして、説明不可能な事象や個体や変則をや逸脱という意味のアノマリーというギャラリーを名前を冠して付けられたギャラリーです。クリエイティビティビヨンドエクジスティングフレームオブアートギャラリーということで、そういう形ですね。逸脱学路町のパーセル、あとは東日本橋の立木藤崎ギャラリー、これは20代から30代の国内外の作家を紹介しているということで、山本レイラさんも出ているかもということで、ちょっと楽しみになってます。あ、見れた、見れたね、やば、紹介したばっかの見れた、素晴らしい。ちょっとこれで俺結構収穫かも。ああなるほど、結構やっぱ違うな、ここら辺テカリが違う、すげえ、やったブロックハウス。そしてギャラリーコモ、これはブロックハウス1階ですね。2010年立ち上げ、ファッションアート、ストリート、コマーシャル、サブカルチャーとメインストリームということで、まあ、原宿的な文化のリズムのところですね。結構混在してるんで、もうどれがどれだか結構わかんない。
まあ、そんな感じでざっと今言いましたけど、そういう形で、まあ、いろんなものを雑多に混在している形も含めて、まあ、どんな人が来ているのかも含めていろいろ見ていきたいと思います。では失礼します。ノンセンス。